ハッピーに過ごせてますか？私はハッピー、ハッピースクール。ああ、そうだな。急ごうぜ。前回のあらすじ。なんか最近えらい黒なぎの出番が多いわ。このゲームはさ、どっちかというと青春の恋愛ものだという話を聞いているはずだ。ヒロイン3人のルートがあるような、そういう恋愛ものだと聞いてるはずなんだけどね。なんか最近黒なぎの出番が多いんだよな。あと、いつになったらさ、なんか個別ルートに入るようなフラグとか立つのかわからんな。まあ、誰か言おったな、なんか視聴者さんの方が。黒なぎがメインヒロインみたいな感じだよ。俺は認めんからな、俺は。続きやっていきまーす。なんか、移動教室だったな。まあ、なんだ。そんなに慌てず、一本どうだ？何の話だよ。タバコか。お前、未成年ならタバコを吸おうとしてるのか、お前。四角い紙箱を散らすかせるシガレット。こいつ学校に何持ってきてんだよ。俺ライター忘れちまったから貸してくれな。ノリに乗りましたね。おお、いいぜ。とりあえず俺の吸ってる銘柄挑戦してみろよ。そう言って差し出してきたのは棒状のラムネ菓子だったシガレットやないか、お前。やっぱりシガレットだったわ、お前。定番のボケやめろ、お前。やっぱこんな落ちたと思った。ん？なんか言ったか？ベタベタのベタですわ、これは。お前さ、いつもポケットに何入れてんだ？黒砂糖とか入ってる。糖分や。おもろ糖分入っとんやな。そうか。この甘とめ。それはいいとしてさっさと行くぞ。俺たちは音楽室へ向かおうとした、その時。だあ、出たー。なんか巨乳金髪やろ、転校生。いきなり暴力振るってきた巨乳金髪高校生、うん、おっぱいも暴力的、おっぱいも暴力的な彼女です。教室の出口に一人の女子高生が立ちはだかっていたのだ。なぜだ。あの生徒は隣のクラスの帰国子女だ。目立つからわかる。目立ちすぎなんだよな、いろいろと。目立たない様子が逆にないな、これ。すごい、頼もうぜ。結構叫ぶ系の女の子だったんやな。名前は確か、スナタ。天才肌でかなり優秀な生徒らしいが、このクラスに何の用だろうか。そんなところに立たれたら、教室から出られないんだけどな。出席番号8番、黒なぎ亮也。黒なぎ目当てな。俺に喧嘩でも売ってるのか。黒なぎ目当てとは、スナタちゃん、愛の告白だったら黒なぎはやめとけ。こいつ変人だから。喧嘩、それがお前の得意なものか。何この威圧的な感じ。得意って言えば得意だな。怠慢ならまず負けたことはないぜ。さっき勝ちましたけど、カズト君、勝ちましたけど、あんたに。まあ、あれ、自爆やけど、どっちかだったら。じゃあ、喧嘩で勝負だ。おいおい、俺に対してそんなこと言っていいのか。模擬戦でも負け知らずのスペシャル様だぞ。ガンダム界のかませ犬キャラ出てしまったけどな。バカにされてると思ったのか、黒なぎの声のトーンが少し変わる。もうよくわからんけど、決闘やるそうです。来いって言ったのはお前の方だからな。後悔しても知らねえぞ。なんかこの喋り方は割とかっこいいんやけどさ、黒投げそういうキャラじゃないだろ、お前。指の関節を鳴らしてそなたに歩み寄る黒投げ。おい黒投げ、血の気盛んなのはいいが、ほどほどにしとけよな。心配すんな、適当に遊んでやるだけだ。それに売られた喧嘩は必ず買うのが黒なぎ流だって知ってんだろ。知らん。黒なぎのやつめ、結構本気の目をしているぞ。あいつがあの目になった時はやばい。去年似たような事態になった直後に教室一つぶち壊したこともある男だ。災害やないか。もはや災害的なレベルでないか、お前。教室ぶち壊したって何だな、お前。警察沙汰になる前に止めるべきであろうかなどと思った、その時。
ちゃ無駄返しだ。星一手使ってぐらいすごい飛んでる。黒投げすごい飛んでる。略して KST。 本当に瞬きをする一瞬だった。ものすごい音がした直後、黒なぎが倒れた。てか飛ばされたって言ってもいい過言でもない感じの絵になってますけどね。眉毛太いな。何が起こったのかわからない。ただ一つ気わかるのは、二人の勝負の勝敗だけだった。黒なぎが地蓋で目を回して倒れていることと、腕を前に突き出すような構えを取っているそなた。そなたが黒なぎを一瞬で倒した。信じられないが、それだけが事実だった。ついよ。マジかよ。あの黒なぎを一撃で。それを見ていた生徒たちは、途端にざわめき出した。今の、どうなってたか、見てたか。俺見てなかったよ。何が起こったんだ。ものすごい音がして、黒なぎの体が空中で回転して落ちたんだよ。嘘だ。そんなことあるわけなんじゃないか。その時、倒れている黒なぎの横を通り過ぎて、そなたが教室の中に入ってきた。そして教団の前に来るとこう言った。クラス全員、俺様と勝負だ。このゲームなんてタイトルだったっけ。ハッピースクールですよね。青春室ですよね。バトルモンになってるよ。え、グラップラーバケット間違えたかな、俺やるゲーム。こうして何もわからないままに突然、クラス全員、クラス生徒全員って、そなたの対決が始まってしまったのだった。なんだこれ。なんかのライトノベルの世界や、これな。さて、これからどうなってしまうのか。いや、先生呼んでこいや。止めろや。退学だ。こんな血の計算かんないやつは退学だ。なるべく面のことはごめんだな。じゃ無事に終わったんかい。あんなすごい波乱万丈な戦闘が始まりそうな流れだったのに無事に終わったんかい。教室何一つ荒れてないんやけど。あんなことがあって。何があったんか知らんけど、先生呼んできてくれたんかな、これ。まーるく収まったんかな。定額ながな、お前。そなたちゃん、定額かな。あんな、えらいことを起こしたやけどさ、定額レベル、定額にはなるだろう、せめて。黒田大丈夫か、お前。お前も普通に。なんなん、記憶消されたんか、お前ら。記憶消されたんか。ただっかい、頭を打ちどころ割れすぎて記憶消されたんか、お前全員。全員が全員。何事もなかったかのように帰るな、お前ら。高崎。うん、黒薙なんだよ。もうさ、そなたとのやりとりはもう全員忘れたんか。あ、まあ、なんだ。今日は釣り部に来ないのかなって思ってな。お前、釣り部に行く前に病院行かんでいいんか。えらいやられ方しとったけど。釣り部か。別に今後の予定はないわけだが、どうしようか。まだ釣り部行くんか。まだ釣り部行くんか。まあいいわ。イベント全部見ていくけんいいわ、お前。別に行ってもいいぜ。もうさ、ヒロインとのイベントしたいのに、なんで俺黒薙とイベントこなしとんな。めっちゃテンション高いな、お前。黒薙は本当に嬉しそうに俺を引っ張っていく。というか、手を組むのやめてくれ。委員長とかに見られたら非常にまずい誤解を招きそうだから、意外とユリとかオッケーな許容範囲だったよな、委員長。なんで俺またこの空間来たんだろうな。いや、俺ヒロインとのイベントやりたいんやけどな。なんでもまだお前とのイベントこなさなあかんのかわからんようになって、ダンボール聞いて何か作業してるわ、お前。ワクワクさんか。お前はワクワクさんか、お前。黒なぎ、何やってるんだ。俺か。俺はな、釣り部の新兵器を作っているんだ。え、釣り部の新兵器ってさ、なんなん、作って遊ぼうみたいなんで。でも、いや、紹介されてそうな感じのもんを作りよんか。新兵器。そうだ、そろそろ終業式だろ。
あ、そうか、7月の半ばか。もうすぐ、そうやな、夏休みに突入。あ、夏休みに入ってからが本番か、もしかしてこれ。夏休みに入ってからがヒロインとのイベントの多くなる、そういう感じのあれなんかな。だな。だけど、それがどうかしたのか？わからないか？その日には同時に生徒会主催の夏祭りがあるんだ。あ、そういう文化があるんやな。ああ、そんな企画あったな。ならば、この機会にこの新兵器で朝門学園に随分ありと思い知らせなければいけないんだ。朝門学園って読むんだよ、これ。朝門学園って読みよったわ。どうでもいいけどさ、間違えとったやな、俺学校名。朝門学園だねな、これ。何が知名度もないのに気にしてんだな。黒薙の優秀兵器も気になったが、黒釣り部の備品も気になっていた。どれ？具体的に何が気になるかというとだ。チェーンソーってなんであるんだ？なんでチェーンソーあるの？木刀はまあ、百歩譲って別にいいよ。村田子は前にもなんか話しとったけん、もういいよ。あ、でもセーブはしとこう。後で振り返っとこう、ほらやつ。チェーンソーってなんだお前。デッドオブデイライトでもやるんか、お前。リアルデッドオブデイライトでも、お前。犯罪だよ、普通に。と、俺は壁にチェーンソーが突き刺さっているのを発見する。おい、これ。ん？どうした？どうしたもどうしたも。どうしたもどうしたも、チェーンソーが刺さってるぞ。落ち着け、これはただの魔除けだ。どんなややこしい魔物相手にしてんだお前は。魔除け？ああ、ほら、知らないか？ジェイソンの噂。ジェイソン、あの映画のか？13日のやつ。そうそう、それそれ。そのジェイソンがどうかしたのか？お前とは関係なさそうやけどな、ジェイソン。どうやら来たらしいんだよ、この朝霞地区にさ。はあ。実在してるのかよ、あの殺人鬼。ホラー映画とか作るときって何らかの実在モデルがあるもんなんだよ。まあそれはわかるけどさ、確かに日本のホラーでは番長坂屋敷や鍋島猫騒動などに実在のモチーフとなった出来事がある。そう考えるとジェイソンの元となった殺人鬼が実在しているのも何ら不思議ではない。それで、まあそれはわかるか。ジェイソンのモデルとなったホッケーマスクかぶった殺人鬼の都市伝説が朝門にも広まってきたってのか。うん、それでさ、出たんだってさ、町の路地裏に。マジかよ。なんか物騒やな。あの転校してきた帰国子女の女の子が教室に流れ込んできたんでも物騒なのにさ、それをさらに超える物騒なことかでは起こり始めてきとんやけど。ああ、だからさ、その魔除けの意味としてチェーンソーを部屋のどこかに突き立てておくと、ここはすでに襲った場所なんだなと認識して素通りしてくれるそうなんだ。そんな間抜けなジェイソンおるん？えらい間抜けなジェイソンやな、お前。襲った場所なんだなって、別のジェイソンが襲っとんだなって。ジェイソン何おるやねん。ジェイソン複数おるかとになるぞ、お前。それ。黒薙は壁に刺さったチェーンソーを見合いながらそう言う。どうだ高崎、お前の家にもチェーンソーを刺しておいた方がいいんじゃないのか。お前の頭、お前の脳みそにメス刺しとった方がいいような気がするわ、俺は。黒薙、ジェイソンの凶器は主に斧だ。チェーンソーは使ったことないぞ。アホなんじゃ。それは俺は知らんわ。ジェイソン13日の金曜見たことないから。でも言われてみればそうか、斧なんじゃ。チェーンソーのイメージがすごい強いな。でもあれは勝手なイメージか。ああそうなんじゃ、斧なんじゃ。あ、でもゲームの13日の金曜日は実況動画見たこと。そうやな、チェーンソー出てきたところを見てない気もする。ほうか、マジか。お前知らんかったな。さてお前、13日の金曜日イメージだけしか知らんかったパターンのやつだな。実際見てない俺みたいなタイプだなお前。チェーンソーを使うのはレザーフェイスだろ。ああ、それと混ざる感じのやつ。レザーフェイスが何か知らんけどな俺は。詳しいな、さすがは雑学王。初めて聞いたわその称号。
ちなみにレザーフェイスとは肉屋一家の殺人鬼だ。人の皮を剥いで作った仮面で顔を隠していることからそう呼ばれる。もちろん持っているチェーンソーは人肉を切り刻むためである。よく両者が混同されているのは双方の強烈なインパクトからだろう。しかしジェイソンとチェーンソーの語呂がなんとなく似ているところも一役買っているに違いないと思うのは大だけだろうか。まあどうでもいいが、ヒロインドのイベントがしたいんです。俺ヒロインドのイベントこなしたいんです。俺クロナギとかそういうとクラマントさ、そうだな、なんなん俺、チェーンソーはじゃないんだよ、ジェイソンは、ジェイソンはチェーンソーじゃないんだよって知識がつかんかったお前、釣り関係なかったわ、なんならお前、まあ、退屈しない場所であることは確かだな。映画部でそういう話が出てくるのも分かるんやけどさ、釣り部やけんな。せめて釣りのこと教えてくれ。部屋に入るなり俺はベッドにダイブした。あ、これははるかちゃんとのイベントか、はるかちゃんとのイベントか、家であるってことは。やめろよ、なんかさ、こう疲れたなーで横になった時にさ、いつも黒投げから電話が来よう気がするんじゃ。また黒投げのイベントじゃないんかお前、その言葉の意味が今やってってごめんなさい、その言葉の意味の言葉のところ読んでなかった、ごめん。普通が一番だ、平穏無事が一番だ。うん、あ、平穏の話か。どうか明日は普通に過ごせますようにと。その時だ、窓の方から何か音がする。これはハルカちゃんだ。飛んできた光柱でも当たったかななどと思いながら窓を開けると、やった、隣の家やな。こう窓越しで話すっていうおさらじみの展開じゃこれ。お前かお前かもういいねお前のイベントは。もういいねお前は、お前はもう満腹じゃお前、独占するな、もうイベント独占禁止法出すぞお前。黒薙どっから入ってきてんだよ、ここ2階だぞ。しかも2階まで登ってきとうからな。細かいことは気にするな。すが気にするわ。そんなことより、あ、めいだ。助けてくれ。非常事態とは穏やかじゃないな。どうした？アパートの鍵を落として部屋に入れん。もういいけんさ、もう関わらんといて。せめて家でおるときは関わらんといて。マジか、大マジだ。どうも俺鍵を持ち慣れてなくてな。知らんか。というと？俺の故郷では家に鍵なんてかける風習ないのさ。盗まれるものもないんだな。はあ、田舎あるあるやな。どんなど田舎だよお前の故郷は。気にするな。それで俺の部屋も2階だろ。こんな感じで登ってベランダの方から入れないか試したんだがな、こういう時に限って戸締まりバッチリなんだよな。はい、もう大家さんに頼んで開けてもらうしかないな。だな。しかし肝心の大家さんは里山地区にいるんだよな。今から行くには無理がありすぎる。里山地区、あのど田舎かよ。というわけで高崎、今夜一晩泊めてくれ。ああ、女の子とイベントを待ち望んどったのに、よりによってなんで一晩黒泣きと共にするというイベント始まるんかな。俺そういうことなら泊めてやらんこともないが。よっしゃ、そうと決まれば。決まれば枕泣きしようぜ。おら、なんか殺伐としたよな俺。なんか何しやがる、お返しだ。とりゃもうイベントに一つ一つなんか殺伐としたもん入れてきとるなお前。なんか血の気が盛んな回になっとるな。7月7日あたらばたじゃ、何気にたらばたになっている。夢の世界がない、とうとう夢の世界がない。黒薙となんか暴れ迷ったせいでちゃんとした夢見れてない。せめて夢の世界でさ、あの先輩との会話を見せてくれ。なんで黒薙ばっかりパート一つ捧げなあかんのじゃ。体のブシブシが痛い。昨夜に何かあったっけ。昨夜に、なあ、おはよう。寝てなー。
ぬぐま布団の中からの声が昨夜の記憶を一瞬で掘り起こしてくれた。黒なぎ、お前どこに潜り込んでんだよ。せめて服着ろ。仕方がないだろ、布団が一つしかなかったんだからさ。上半身脱いどる理由にはならんぞお前。やべ、動くな、変なところに当たって気持ち悪い。かといってこのままでいるわけにはいかないだろ。それともこのまま微妙な体勢でいる方がいいのか。ぜひとも早く出てくれ。その時だ、階段を登る音が聞こえ、やばいな、こういう時に限ってくるんじゃないの、はるかちゃん。まずか、俺は時計を見る。すでに学校へ行く時間だ。ってことは、ようやく出れたぜ。なんでお前の裸なん見えなあかんの。なんでお前の裸なんか見なあかんの。せっかくだったらさ、委員長の裸が見たい。ちょっと待っ、カズト、早く起きないと遅刻しちゃ。ああ、やっちゃいまいましたね、これは。その時、確かに黒い部屋の時間が止まった。俺も黒なぎも、そしてはるかも動かない。ただ、成熟だけが過ぎていた、流れていた。最初に動き出したのは、はるかだった。僕先行ってるね。勘違いだよ。そう言うとはるかはものすごい勢いで部屋を出ていく。明らかに誤解してるな。しかもまずい方向に。ちょっと待てよはるか。大変だな高崎。お前のせいだよ。せめてはるかを戻す3ピートいかんか。うるせえ、お前はさっさと服を着ろ。大体なんでお前下着1枚なんだよ、おかしいだろ。突っ込んだら気がないので俺は急いで着替えてはるかを追う。はるか、俺の話を聞いてくれ。言わなくても分かるじゃないの。分かられたくないんだよね。それ分かられたくないんだよね。だからさ、絶対誤解してるだろう。別に僕はそういうの構わないと思うよ。個人の自由で。構ってください。構ってください。そういう変な誤解で理解されるのが一番怖いんです。大丈夫だよ、僕誰にもこんなこと言わないよ。見えて口は固いんだ。黙って二人のこと応援するから。そんな顔してたらお前、口封じのためにお前にも襲いかかるからな。だから俺の話を聞け。俺の歌を聞け。何も聞こえない。聞かせてくれないじゃないんだよ。思春期は少年から大人に変わるとかじゃないんだからな。お前えずになくオーバーヒートしているはるかだったが、学校に着くまでにはなんとか誤解を解くことができたんだった。どうやって解いたんだ、この流れどうやって解けたんだお前は。よかった、まあ解けたんやな。そろそろ授業が始まる、急いで次の教室。あ、そろそろさ、女の子とちゃんとしたイベント見せてくれ。これでさ、エンターキー押したらさ、高崎と言って黒だけが出てきたら画面ぶん殴るからな。画面ぶち割れそうな気がするんやけど、イライラして。口に出して言うと、ものすごく説明口調なセリフを言いながら、俺は教室箇所を抱えて教室を出る。その瞬間、誰？ああ！俺は突然何かにぶつかり、ぶざまり廊下を転げる。いて、一体何なんだよ。俺は頭を抱えながら目を開ける。誰？大丈夫だった？なんか顔のかかり方がカイジなんやけど、鼻は長ないやけどさ、なんか線のグニャグニャ感覚、なんかカイジ感がある。目の前には手を差し伸べる赤髪の少女。新キャラやな。ジャージ着とうってことはさ、転校生？少なくとも俺たちのクラスの生徒ではないが、学校内で何度かその姿は見かけたことがある。大丈夫そうに見えるか。ごめんね保健室に。マキオに連れて行こうとするなお前。いや冗談だ、大丈夫、元気いっぱいだ。本当よかった。ああ、まともな女の子出てきたわ。ああ、それにしてもさっきのは一体
すごい速度だった気がするが。何やねんお前。相葉って何やねんお前。馬術部かお前。私の相葉は凶暴ですって、ね、ガンダム X でそんな客でおったからなお前。ガンダム X でそんな客でおったぞお前。私の相葉は凶暴ですとかですね。相葉とんだ悪ふざけじゃないですかね、これ。悪ふざけもここまで来たら立派っすね。長女の視線の先には、馬の着ぐるみを着た人物が。馬ね。なんなん今回のパート。ろくな展開になってないな。つうか、お前黒なぎ。黒なぎかい。あ、なんかそうでもなんかこの女 T シャツ着てそうなは黒なぎっぽいなって。そう言われてみればそんな気がするなって。な何を言う。俺はただの馬。あ、しまった。喋っちまった。見た目はこんなんでも中身まんま黒なぎやったわ。結局黒泣きで終わるんかこの動画お前。誰だこの女の子、紹介しろお前。ショートヘアでちょっとなかなかいい感じで。俺の知る限り、こんなバカなことするやつはお前以外に考えられないんだよ。とりあえず黒泣きを一発どついておいた。相変わらず仲がいいね。黒泣き君と高崎君は知り合いな。仲がいい、これが仲がいいように見えるか。喧嘩するほどなんとやらだよ。誰だよその前に。お前は長女は最後にもう一度ごめんねと謝るとそのまま廊下の奥へと去っていった。誰だよ。メインそっちだよ。メイン女の子の方だよ。相葉っていうかもうさバカだからな。これバカの黒泣きと一緒にするなお前。いい人にしないでくれよお前。二人きりしないでくれよお前。ん？もう黒泣きになってしまってるしな名前が。あの子誰だっけ。知り合いっぽかったな。ああ千里か。千里。千里っていうのか。違うクラスだからな。名前知らないのは無理もない。ああ別に知り合いってほどでもないんじゃ。相手が知っとるだけ。こっちのことを知っとるだけで。なるほど赤い髪の生徒千里か。何か偉く目立つ子だったな。覚えておこう。あ、この学校の生徒なんじゃ。じゃあなんでジャージだったんか知らんけど。はぁ、体育の時間か。まあ、この辺で終わっとこうかな。たださぁ、ちゃんとさぁ、ヒロインとの、ヒロインとのイベントを見せてくれませんかね。なんでクルナギデイになっとんだよ、お前。なんで黒なぎデーなんだ今回は。ああ体育の時間ははるかちゃんが光って見えることを俺は祈っております。そんな感じで今回終わります。アデューアデューじゃ次回ないな。永遠の別れじゃお前。終わります。